校施設の安全対策は万全なのか。今回は学校の安全対策についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすため全力で頑張ってまいります。さて、これまで学校は昭和62年の教育改革によって開かれた学校として、地域住民の方にも子どもたちへの教育に関わってもらう学校づくりを推奨してきました。そのため門を開放するなど、学校関係者以外も入りやすい環境づくりが行われてきました。しかし平成11年に京都市伏見区の私立日野小学校において、2年生の男子児童が男に包丁で切りつけられ死亡する事件が発生。その後平成13年には、皆さんも記憶に残っていると思いますが、大阪府池田市にある大阪教育大学附属池田小学校において児童8人が刺殺され、教員を含む15名が重軽傷を負った事件が発生しました。この日本中を震撼させた事件が学校の安全対策を見直す契機となり、危機管理マニュアルの作成や防犯カメラの設置、不審者対応訓練などが全国の学校で進みました。今では当たり前となった防犯対策用品のさすまたも配備されるようになりました。その結果、学校内で発生した犯罪件数は、警察庁によれば池田小事件が起きた平成13年は約4万1600件でしたが、令和元年は約1万860件と約4分の1に減りました。とはいえ年間1万件以上発生しており、今年3月には埼玉県戸田市の中学校で少年が学校内に侵入し教員を切りつけるという事件も発生しています。そこで3月の予算特別委員会において、学校施設の門を自動で開閉できる電子錠を設置するよう求めました。早くも区に対応いただき、先月の第3回補正予算において予算がつきました。今後数年かけて順次各学校に電子錠が整備されていきます。これで絶対安全という対策はありませんが、引き続き子どもたちが安心して勉強できる環境整備に取り組んでまいります。今回の解説は以上となります。今回の動画を見てためになった、面白かったと思った方はグッド評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またコメントもぜひぜひお願いいたします。コメントにはすべて目を通させていただき、今後の制作提言であったり動画制作に役立っていきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。